んでる、すごい。今日はリンゴヘア、お団子じゃなくてリンゴです。仙台太郎さん、雪の結晶ありがとうございます。こんばんは。リンゴヘアにしました、ストレートの。でも今回の生写真は、皆さん気づきました？クリスマスの生写真が予約販売が開始されてるんですけど、そちらもぜひチェックしてほしいんですけど、その生写真はリンゴヘアで撮影してるんですね。リンゴヘア、そうクリスマスとか今回の生写真。ゆきたんさん、かわいい、ありがとうございます。マックス、鹿児島さん、ほいみ、ありがとうございます。そうだから、そこにも注目してみてほしいです。お願いします。さっつーさん、ハートありがとうございます。はい、そんな感じで、皆さんお久しぶりではないですね。昨日ぶりですね。お久しぶりの方もいらっしゃるかな。昨日ぶりです。徳永りみです。今日はパーカーを着てます。こんな感じでピンクのパーカーを着てます。徳永りみです。よろしくお願いします。ゆきたんさん、ハートありがとうございます。梨ヘアです。こちらは梨ヘア。確かにリンゴと梨、ね、似てるから梨でもいけるな。梨です。梨。鳥取は寒いですね。でもなんか今日急に雨降ったりしてびっくりしてきた。びっくりしてきた。降ってきたりしました。そうだから、髪のコンディションいいね、ありがとうございます。そうなんか今日はアイロン当ててないけど綺麗なストレートですね。なんかね、ストッパーを去年には今年の3月ぐらい、3月とか2月にかけてから1回もかけてないんだけど、結構綺麗なんですよ。ちゃんとケアをしてるからすごいなと思って。ケアをしてたらちゃんと綺麗になるんだみたいな。七のおじさん、いつもありがとうございます。声低くなった。低くなった。なんかマジで低いんだけど、あれ今はちょっと寝起きってのもあったり、あとは今ちょうどね鼻声なんですよ。だからそれでもう、そう低くなったりしてる。いいシャンプー使ってる。全然いいシャンプーは使ってません。市販のシャンプーを使ってます。でもたまになんかお家でトリートメントしたり、髪に関しては割には上がって絶対30分以内には乾かしたり、前髪だけは上がってすぐ乾かしてますね。あとは絶対オイル塗るようにしてたり、ダメージめちゃめちゃ近くで見たらあるんだけど、遠くから見たら綺麗に見えます。そう、お家でできるトリートメントを週1ぐらいでしてます。そう、手入れしっかりするようにねしてます。リミめちゃめちゃ髪質が良くなかったんだけど、ちゃんと手入れを続けることによって全然ね違うんですよ。だから本当に変わります、髪は。だから皆さんそう変わります。全然いい、ね、そうめちゃめちゃ縮毛を当ててるからすごい傷んでるんですよ。なんか見てわかんないけどすごい中が多分傷んでて、ほらめちゃめちゃ近くで見たら超傷んでるんだよね。そうだから枝毛がすごいけど、そう、こんな感じで髪の手入れを頑張ってます。めちゃめちゃエライン上手に弾けたくない？イエーイ。宿毛、そう宿毛でめちゃめちゃくせ毛なんですよ。本当にちっちゃい頃のレミの写真をなんだっけ見てくださったらわかるんですけど、マジでくせ毛でもうくるんくるんくるんって感じ。そうひどい時なんかもう全体的に、赤ちゃんって髪短いじゃないですか。だから余計くるくるでした。テンパなんですよ。だからそうめちゃめちゃ、でも小6のあ
小6の修学旅行をきっかけに宿毛を当てて、そこから1年に1回ぐらいは当ててます。前髪に関しては半年に1回とかもっと短い頻度で当ててるから、すごい多分傷んでるんだけど、前髪にもちゃんとオイルを塗ってすぐ乾かせたりしてちゃんとケアをしてますね。はい、だからすごい多分髪の毛傷んでるんだよね。ショートさんハートありがとうございます。なんかさ、小学校のさ修学旅行って髪乾かせないとかあるじゃないですか。なんか謎に厳しいルールあったり、アイロン持っていけなかったりあるじゃないですか。だから中学校は全然アイロン持っていけたんだけど、そう小学校って厳しかったから、もうさ、だって記録に残るじゃん写真とか。だからちゃんとさ綺麗な清潔な状態で写真とか撮りたいから、そうかけさせてもらいましたそう、髪アイロンがなかった、アイロンじゃなくてドライヤーがなくて、小学校の頃の修学旅行はそう、ドライヤーとかアイロンとかそういう電子機器系は持っていけなかったから、そうもうね、なんかめちゃめちゃ厳しいよね考えたら。高幸さん、だるま横ありがとうございます。そう禁止でしたね。そうだけど中学校になってからはドライヤーもあったし、アイロンも全然持っていけたから、すごいイエーイみたいなそう、なんか泊まるところにあってもなんか回収されてて、謎の回収いなかった気がする、あったっけ。でもなんか、あ違う、脱衣所お風呂場にあったんだけど、なんかもうめちゃめちゃ人いるのに 1,2 台しかなくて、もうなんかみんな一生懸命前髪だけとか乾かしてた。そうそうそう、使えないんだよね。お風呂場には 1,2 個あったけどそう厳しいよね。だから部屋には全然ありませんでした、ドライヤーは、うん、厳しいよね本当に。マジマダちゃんハートありがとう。そう厳しかったんですよ。でもだ、小学校って大体そうじゃない？え、鳥取だけなのかなこれ。そう、そんなことありますか。こんばんは。だからそれで宿毛を当てて、それから結構1年に1回は当ててるかな。でも全然そう、ケアしたら全然違いますね、サラサラになります。だからすごいレミの髪死んでるんだよね多分。見た目からは綺麗なんだけど、中身がすごそう、わかんないけど。でもなんかさ、宿毛ってブリーチしてるのと一緒みたいな聞く。ブリーチよりはちょっとはあんまりだけど、そんなけどブリーチとまあそんな変わらないみたいなこと、本当かわかんないけど聞きますだから髪染めなくても宿毛してたら、宿毛とかストッパーでったら、そう。さとちゃんケーキありがとう。そう聞きます、そうやって。そう手袋もありがとう。ゆきたんサンダルもありがとうございます。そうやばくないと思って、普通にリミは染めません、全然染めないし、なんか黒髪がさ、なんかリミ他の色に合わなさそうそう友達にも絶対リミは染めないでって言われたから、そうママとかにも黒髪が似合うよ言われてるから、まあ、その言葉を信じて黒髪で歩んでいきたいと思いますその黒髪ね、なんか一回染めたらさ、黒染めしないと戻らないじゃん。黒染めもなんかさ、いろいろあれじゃん、もうなんか大変らしいから、黒染め一回したら色入んないみたいな感じ。そうなんか気が向くまでは、気がなんか黒をやりきったって思うまでは染めませんねそうかなりサンハートやっかありがとう。
まあ 2,3 年したら気が変わるさ。だよね、きっと変わる。でもなんか染めるとしてもインナーとかしたい。そう、インナーとかしたいかなと思って。インナー可愛いよね。インナーとかさ、こことかここしたらいいんじゃないでしょうかと思う。周りが染めれば染める、確かに。でもなんか本当に黒、黒以外何が似合うんだろうって感じ。何が似合うと思いますか？皆さんはリミに何色に染めてほしいですか？逆にね。リミたんボブはしない、しないです。いや言い切っちゃうけどマジでしない。ボブは本当になんか、まあ、その幼稚園ぐらいの時は一回だけボブあったんだけど、なんかやっぱさロングだねって感じ。そう、紫、青、ピンク、すごいカラフル。ドンさん I love you、 ありがとうございます。インナーなら紫、なるほどね。虹色、虹色と、どういうかね。でもなんかさ虹色いるよね、たまに。なんか TikTok で見る虹色に染めましたみたいな。そうギャル、やーいやーいとか。え、マジでリミ本当に決まってない、自分の中でも。でもなんかインナーとかしてみたい、インナーでとかしてみたいけど、なんか全体的に染めるのは全く決まってないです。ボブ、ボブなんか見たいって言われるけど、友達にもルイのボブ見たことないって言われるけど、そう、やりませんので見れないと思います。そう、でもなんちゃってボブならできるよ。いやマジでボブ似合わないからね、レミ。でもなんかさ、ほら違和感しかなくない、このボブ。でもさ、ちょっと不自然なのもあるけど、絶対ダメだよ、似合わないでしょ、なんかやだ。え、なんか本当に想像つかなさすぎて。ひゆかちゃん、ひゆかちゃんですか？え、こんなんだよ、やだやだやだ。やっぱロング、ロングがいい。そう、ひゆかともキャラかぶっちゃうし。本当ですか？長い方がいいよね、やっぱり。そうだよ、そうだよ。消しね、ロングの方がしっくりくる。そうだよ、皆さんお世辞ですよね、きっと。お世辞信じない人、絶対ロング。でもなんかさ、エクステとかつけれるような年齢になったら、ボブまではいかないけど、ちょっと短くしてみたいなっていう気持ちはあります。バブさん、雪だるまありがとうございます。トーンさん、I love you、 ありがとうございます。そうね、ロングがいいです。セミロングぐらいとか、ちょっと肩のし、でもさ、なんか切りっぱなしボブとかさ、よくさあるじゃないですかね。なんかボブをしてる子を見るとめちゃめちゃ可愛いってなるけど、いや、いざ自分がするとなって思いますね。似合わない気しかしないので、はい。え、でも染めるのかな、全く染めない未来しか見えない。
いつかは染めるだろうけど、なんかね、まだまだかなって感じ。そう、さすがに高校卒業してからですね。いや本当になんかさ、黒がしっくりくるから、自分の中でも。坊主でも可愛いわ、さすがに嘘です、さすがにそれは信じれません。さすがに坊主でも可愛いわね、無理ありますよ、無理あるよ、それは無理あります。さすがにないの、さすがに、さすがにね、それはね、それはもう無理がありすぎる。あ、お仕事で染めてくださいって言われたら染めますけど、それがなかったら全然染めないと思う。って言いながらさ、なんか高校卒業してすぐ染めてたら逆に面白くない？え、この人嘘つきとか言われちゃう。そう、一度染めたら黒くしてもね、すぐ色落ちしちゃって、黒にはもうがっつり黒染めしないと無理だからさ。ねえ、セミロング、レミの今ってロング、セミロング、なんかどっちでも捉えれるけど、ロングなのかな、ロングか。ロングか、なんかさ、セミロングとさ、ロングの境目がわかんない。どう見てもロングなんだ。黒髪がいい、黒髪で生きていきます。そう、全然黒髪かな。染めたらマジギャルになりそう。確かになんか気持ちが高い。セミロング、セミが、セミロングは肩ぐらいの、あ、そうなんだ。え、レミはセミロングここら辺とか、そう。高木さん、ハートよくありがとうございます。あ、なるほどね、ここら辺か。じゃ、レミはギリロングぐらいかな。皆さん、どんな髪型がお好きですか？すごい今日髪に関してしか喋ってないけど、どんな髪が好きですか？レイダさん、ハートありがとうございます。ヤヤヤさんもハートありがとうございます。ポニーテールとか、まあ普通にロングのおろしとか、ツインテールとか、お団子とか、あとなんだろう、三つ編みとか、あ、巻き下ろしとか。なるほどね、ポニーテール、ポニーテール、似合えば何でも好き、すごい、ポニーテール、なるほど、ポニーテが多いね。編み込んでれば何でも、あ、そう、編み込み可愛いよね。リーゼントとか、リーゼント、なるほどね、すっごいリーゼントミミーさんはまだ ハウスイン可愛いよね。モニーテール好き。モニーテールが多いね。モニーテールね。今モニーテールはよくします。あの、学校の日は体育がなかったら普通にこのおろしで行ってるんだけど、体育があったらポニーテール。皆さんは高めか、ここら辺か、真ん中か、下目、どの高さのポニーテールが好きですか？あ、ハーフアップ、なるほど。それにはちょっと高めの方が好き。ここら辺。高めが可愛い。やっぱ高めなんだ。高め可愛いよね。高
めこれぐらい、うん、高めでさ巻いててさ、シュとかつけたら可愛い。すごい高め一択の方が多い。斜め45度、うん、高めすごい。高めは頭皮が痛そうで確かに高めは痛い。何時間もしてたら痛いけど、うん、そんなね慣れたらね、なんてことないさ。そう、髪長いとね、たくさんいろいろアレンジができて楽しいですね。ドンさん、雪の結晶ありがとうございます。サイドポニー、なるほどね、かわいいよね、高い。あ、なるほど。噴水ヘアしたことあるの？噴水ヘアね、これだよね、ピーンってなってる。なんかあれ結構さ、 なぜかちっちゃい頃に憧れを抱いてて、あの髪型になんかたまにしてた気がするけど、してない気もする。どっちだよって話だよね帽子をかぶったレミタも好き。嬉しいです、ありがとうございます。最近はあまり帽子をかぶらないけど、帽子かぶるの大好きなんですよ。キャスケットとか普通のキャップとか、ハットじゃなくてなんだっけ、バケアとか、そう、そこら辺は意味は持ってますね。そう、なんかふわふわのさ、冬ベレー帽をしてみたいんだ。リミはベレー帽が、そう、ヒョウ柄とかそういうさ柄がついてるベレー帽可愛いなと。ニット帽も持ってます。ニット帽、なるほどね。冬限定のさあるじゃん、そういうニット帽とか、そのベレー帽かな、ふわふわの帽子とかあるから、そう、かわいいよね。麦わら帽子は持ってないけどかわいいよね。なんかカンカン帽子とかあるじゃないですか、こんなカク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 ってしてる、かわいい。あれも高幸さん、 I love you、 ありがとうございます。ふみやさん、ハートありがとうございます。ベレー帽ね、かわいい。女優帽は持ってないね。こんな大きいね、あれだよね、あれすごいさ、ちっちゃい頃に欲しくて、すごい、だけど持ってませんそうなんだね。今何時ですか？ 49、 早い。レミ何分に始めた？30分ぐらい。さとちゃん、ハートありがとう。もう何分経ってるんだ。本当に今日すごいさ、アイラインうまく消えた、ヒゲだあんだけど、うん、シュッシュッシュッっていきました。今日はキラキラです。あら、ああ、はやちゃんさんめっちゃ声裏返った。はやちゃんさん、ケーキありがとうございます。さつさん、アイラブありがとうございますラセキさん、アイスクリームとおさるさん、ありがとうございます。髪の話だけで25分体なれるのすごい。確かに髪の話しかしない。どうしよう、何の話しますか。皆さん7時には終わる予定なんですけど、あと5分ぐらい何のお話します。なんか質問ないですか目力好き、嬉しいです、ありがとうございます。圧をかけます、目力でやめてくださいって感じですよね、ごめんなさい真面目な話、確かに最近真面目な話ないな
なんだろうな、真面目な話か。なんかさ、レミの配信って言ったら真面目な話ってイメージもある。なんだろう、生卵版、生卵の共演者とは馴染めた。そうですね、馴染めたって言っていいのかわかんないけど、でも皆さん本当に優しく接してくださるからすごい面白いし、皆さんなんかカメラが回ってないところでもすごい話しかけてくださったり、いろんな話をしてくださるから嬉しいし、たくさんなんかコミュニケーションが取れて馴染めたとは思います。最近は虫と戦ってないの。そうですね、最近は虫がいませんので、虫とは戦ってません。前はなんか、でもなんかさ空気中にさ、なんだろう、なんかさ、ゴミって言っていいのかわかんないけど、ゴミっていうかなんか服のさ繊維とかさ、たまにさホコリとかさ舞ってるじゃないですか。それを避けるのにハマってて、ハマってるっていうか、なんかまあなんかすごい焦点があるんですね。そういう服の繊維とかなんか宙に浮いてるものにね、シュッシュッ。だから急にレミが学校とかで変な動きしてるしてたら、それは繊維と戦ってるんですよ。そのたまにね、なんかギュッと避けたりこうやったりしてるのは見えない何かと戦ってます。怪しいよね、すごい怪しいと思う。だからちょっとそれやばいなと思ってきてる最近。そうシュッって言ったり、はーって言ったり、シューって、なんかやばいやつだ、やばいわ。反射神経を常に鍛えてるんですよ。そう、見えない敵と戦ってます。シュッシュッシュッって。そう、なんかねすごい焦点があるんですよ。ぼーっとしてたらなんか浮いてんなと思って、なんか近づいてくるなと思ってシュッって避けたりしてますね。そうだいぶやばいよね結構。それはもうね、自分でも自覚済みなんだけど、なんかさ避けたくなるじゃん、そういうの見ると。だからシュッ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 で戦ってます。虫じゃなくて最近はそういうものと戦っておりますね。なんかのですね、そうなんですよ。だからレミがなんか急にね、急に授業中とかにシュッでしたら、何か戦ってると思ってください。クラスの人は多分見てないと思うけど。そう、意外とやばい子なんだね。そんなことないですよ。だってさやばくはない、普通です、通常です、通常、通常なんですよ。そうだから、シュッしたらやばいやつだよね。確かにやばいやつ。クラスにいたら引きます、だってやばいやばい、引かれてしまう。でもなんか気になっちゃうじゃないですか、そういうの。授業中にはさすがにしてないよ、さすがにしてないけど、なんかたまにね。やばくないんですよ、やばくない、やばくはないけど。やばい、もう56分。そうだ、思い出した。これ言っていいのかわかんないけど、一個自慢したいことがあって、一個自慢していいですか、皆さんに。とか言っちゃって、自慢があるんですけど、ですね、ゆいゆいさんから、なんだっけ、チーム一緒だね、よろしくねって来たんですよ、LINE で。ギャーっと思っ
もうなんかその LINE が来た時も心臓バクってなったぐらい本当に飛び跳ねたんですよ。いやー嬉しいと思ってマジで嬉しかったっていう自慢です。ありがとうございます。いや本当に嬉しかった。なんかすごい、同じチーム知ってくれてたんだみたいなそう嬉しかったです。ただ自慢させてください。これはでもなんか本当に嬉しすぎてやばかった。そうイエーイ自慢でした。マウントマウントですね。はい、最後に自慢をして終わりますね。そうニヤニヤが止まりません。そう嬉しい、よろしくお願いします。そうちゃんと返しましたよ。返しました。返した内容は恥ずかしいので言いませんけどちゃんと返しました。ではあの自慢をしたのでランキングを読んでいきたいと思います。そうあ間違えた。はい、13位、ルカアットマークルカルカファミリーさん、ありがとうございます。12位サッツンさん、ありがとうございます。11位ミャオイさん、ありがとうございます。10位ドンアットマークレミグミタオン氏、間違えた、ごめんなさい。徳レミグミ徳永推し隊長さん、ありがとうございます。9位高幸さん、ありがとうございます。8位ゆきたんアットマークリンタン大好きさん、ありがとうございます。あ7位ノリピーくんアットマークリミタンさん、ありがとうございます。6位レイドさん、ありがとうございます。5位よしのりさん、ありがとうございます。4位おーちゃんレミ組レミタンの笑顔が、待ってこれ違ってたら待って、あレミタンの笑顔が大好きさん、ありがとうございます。3位はやちゃんさん、ありがとうございます。2位さとちゃんアットマーク15日の生卵番めっちゃ楽しみにゃーさん、ありがとうございます。そして1位はまさきアットマークレミグミ徳永レミタワシさん、ありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました。では切り身、44位中身さん、ありがとうございます。41位マタリさん、ありがとうございます。ラスト93位くんちゃんさん、ありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました。イエーイやばいマジで声低くない今日やばい、どうしよう。ではではでは皆さん今日もありがとうございました。スクショタイムを参りたいと思います。寝起きですか。まあ、ボクサーポーズ、やばい、何がいいですか皆さん何がいいですかとか言いながらポーズしだす。ハートミニタンパン何がいい、シムビーパーズ、じゃあ皆さん今日もありがとうございました。では明日から月曜日なので気合を入れて頑張りましょう。イエーイイエーイイエーイでは皆さん本当に今日はありがとうございました。またね、バイバーイ、ありがとうございました、バイバーイ、またね。
はい。